今見てきたのがスペクトラルクラスタリングノードツーベックと SDN ということでこの3つは多様な分析タスクということでノードの特徴量を1回計算したあ後に後工程でいろんな分析に適用するということを前提に設計されていたものですでこの後 GCN の説明をするんですけども GCN からは少しやり方が変わってきて分類タスクに特化してノードの特徴量を計算するというふうなものとして GCN から始まって、えー GAT であるとか GCN の拡張という技術が発展してきています。ここではまあ一番重要,だ重要な GCN の話を説明をしていきます。GCN というのは、まあ、グラフコンボリューションネットワークということで、まあ、2017年の論文ですけど、まず分類タスクに特化してますよというのが一つ大きい問題特徴になっています。でえー、と分類タスクに特化して同じように これまでの方法と同じように、まあ、ロス関数を定義して、ロス関数を最小化するような問題を解こうということで設計をされています。でロスっていうのが L0 と L レギュラライズの2つからなってるんですけども、L0 っていうのが分類タスクですので、予測ラベルと正解ラベルの誤差が L0 と L レギュラライザーは何かというと、ワンホップの近接性がこの L レギュになっていますで。L レギュは実際にこういうような 関数として定義されますでこれ見ていただくと実はスペクトラルクラサリングと全く同じなんですけど違うとこは何かっていうとこの F が F が入っているとこですね F が入っているところが、まあ、スペクトラルクラサリングから拡張されている部分になっていますですのでこのここまで含めて F を除くとスペクトラルクラサリングと全く同じ形になっていますで違うのは、えー、ともちろんこの分類ロスのところが増えているよと いうことですで、えー、と設計としては、ですねこの L を最小化するんですけども、L0 ともう1個の L レギュラーライズのところを最小化するんですけども、これを、えー、とロス関数を最小化するのではなくて、えーとですね、この F の関数をニューラルネットワークで学習して、でえー、と分類ロスの L0 だけを最小化するように。 というもう少し具体的に言うと F を隣接濃度と次濃度の特徴量を集約するような振る舞いにさせて、えー、っと要するに自分の濃度の特徴量は隣接濃度からもらってきてアグリゲーションして自分の特徴量に埋め込む、えー、っと再計算するということをして、えー、っと深層学習の枠組みを入れてあげて この L レギュラーライズのところができるだけ小さくなるようにモデルアーキテクチャで設計した上で最小化するのは L0 だけを最小化するということをします。で、えー、っと、一般的にはこの計算というのは多層レイヤーから受信への構成されるんですけども、セミスーパーバイズ・ラーニングの場合だと2層が一番性能が出てますよということが報告されています。でもう少し図を見ながら説明していくんですけども、 具体的にはこう2層レイヤーの場合の GCN の場合はこのような式になります,、えーっとですね。このまず内側の部分が1層目ということで、まあ、X の特徴ベクトルにまあ重みをかけて、a ハットはまあ言ってみると、隣接行列を正規化したようなものだと思ってください。でここで1層目で、X で重みをかけて、隣接濃度に伝播してあげて、でもう1個外側で2層目で計算をしてあげて、1回、 特徴量を Z を得ると。要するに2層、2ホップして特徴量を得た上で、この Z に基づいて、この予測ラベルと正解ラベルの誤差を最小化するように、重みである W を学習するということをするというタスクになっています。で図で見ると、このような形になりますということで、まず、 X3 の特徴量というのは自分の隣のところからやってきて、で自分のところでその複数の、この場合だと3つ、あと自分のところからもう自分に来るんですけども、この4つの情報を受け取って、アグリゲーションして、自分の新しい埋め込みにしますとで。その部分がこの上のこの部分ですね。でレールをかけるというふうになるとで。もう1個、もう1段掛け算をして、次でもう1段、2, 2ホップ目でもう1回集約をしてあげて、 で、重みである、まあ、W をかけてあげて、ソフトマックスをしてで、Z が出てくるので、Z と Y をの誤差を、まあ、一番この右のところで最小化するということを解くというのが GCM の構造になっています。なので、まあ、ロ,スロスという意味だと、えー、とスペクトラルクラサリングと原則同じなんですけども、えー、と内部的な実装ということでは、 隣接している濃度間のところが似るようにというところはこう、特徴量を伝播、X を伝播させることによって、隣接濃度の特徴が近づくようにアーキテクチャで実現しつつ、最終的に最小化するロスは予測ラベルと正解ラベルを最小化するように重みを学習するという,ふうな仕組みになっているのが GCN だということですね。で、あもう45分ですね。はい、で、GCN の問題点ということでは、 実験結果としては2ホップまでしか実は活用ができないということでこれを多ホップに拡張すると精度が下がるということが論文の中で報告されています。これはなぜかというとどん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 多層でホップさせていくと各濃度の埋め込みがどん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 似てきてしまうわけですね。 電播すればするほどだん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 全部の濃度が似たようなベクトルになってしまうのでオーバースムージングの問題っていいますけどあんまり多ホップに電播させると性能が劣化してしまうので多,多ホップつまりこう大気的な構造をうまく活用ができないという問題があります。であとあの隣接濃度との関係によらず何でもかんでも特徴量を電播してしまうので実は電播したくないような場合もあるんですけども、えー、まあ気候的に、まあ、こう 隣であれば必ず特徴量を伝播する、まあ、重みのところは調整できるにしても必ず伝播する特徴量を伝播してしまうというのがちょっと問題ですとあとグラフにおけるホモフィリー性を前提にしたような設計になっているということで、えー、とホモフィリは何かというとこの例でいうと例えばこれ同じコミュニティ内にあと、えー、と黄色と青い2つの異なる、まあ、仲間がいると思うんですけど、まあ、これほとんど青なのでこう まあ類は友を呼ぶというのが多分ホモフィリーなんですけども右の方だと青と,青、えー、と,青と黄色が大体半々ぐらいでコミュニティを形成しているのでこの場合だと類が友を呼ぶというわけではなくてどちらかというと異質な人たちがグループをなすと例えば男性と女性がこう、えー、と同じコミュニティを形成するようなケースは例えばヘテロフィリーというふうに呼んでホモフィリーというのは同類例えば 同じ趣味の人たちが固まっているというようなことがホモフィリーなんですけども、樹脂エンドの設計というのは、このホモフィリーが高いグラフを前提に設計しているので、ヘトロフィリーが高いグラフに対しては、重視エンド、なかなか精度が出ないという問題があるということになります。